お昼だ。ねえ君、ちょっといい？はい。これ読んでおいて。え？あ、はい。どうしたの？何ぼんやりしてるんだ？あ、すずや。今3年生の人がね、これを読んでほしいって渡してきて、そのまま行っちゃったの。ラブレターか。ラブレター？しかし、こんな場所で堂々と渡すなんて、結構勇気のある人だね。まだラブレターって決まったわけじゃ。いいんじゃない？ただし、幼馴染として審査はするけど。そんなんじゃないよ、すずやったら。あれ、まだこんなとこにいたのか。食堂行かねえの？あ、かなたとようくん、このまま食堂に行こっか。うん、それ何？手紙？お前宛て？うん。上級生からラブレターだって。すずや。すずや。何平然と。返してきて。君は僕のなんだから。え？んなわけあるか！いつからこいつが陽のものになったんだ？つが、それにしても、陽以外にも物好きがいたもんだな。まあ、女一人だしな。かなた、失礼すぎ。僕は見る目あると思うけど。それにしても、かなたは素直になれないやつだな。ちげえ。何真っ赤になってるの？うるせえうるせえ。とにかく、おい！何？付き合う気ないんだろ？だったらとっとと返してこい。返せ！いいな。返すとか、そんな。いや、返すべき。な、スズヤもそう思うだろ。カナタ、何怒ってるの？俺は別に構わないと思うけど。こいつが選んだ人なら、いいんじゃないか？スズヤ。はぁ？マジかよ。スズヤ、そんなさらりと。本気？こいつが本気で思うんなら、俺はそばで見守ってやるよ。でもそうだけど。あの、私別に好きじゃないっていうか、初めて話した人だから。そうだったんだ。よかった。それを聞いて安心したよ。なんだ、知らない奴からもらったのかよ。つうか、よく知りもしねえ相手に告れるよな、そいつも。必死なんでしょ、きっと。それじゃあ、ちゃんと返事をした方がいいね。返事？そっか、無視しちゃうわけにはいかないもんね。話したことがないなら少し危ないね。僕が一緒に行こうか。え、でも。ヨウよりは俺の方が良くないか？ある意味、俺って有名だし。ちゃんと自分の中に答えがあるなら、返事をしておいて。返事？中途半端な優しさが、人を傷つけることもある。はっきり言わないと、期待をさせちゃうよ。すずや、うん、分かった。一人で行くのが不安なら、彼方かようについて行ってもらうといい。ようくんについてきてもらおうかな。任せて。君に危ない思いは絶対にさせないから。ようくん、ありがとう。ま、
そいつなら舌先三寸で相手をうまくあしらうだろうし、ちょうどいいかもな。じゃあ早速行こうか。え、今から？早い方がいいでしょ。ちょうど昼だし、相手も食堂にいる可能性が高い。さすがに公衆の面前は。私も目立ちたくないよ、ヨウ君。とりあえず食堂に行ってみよう。相手を見つけたら廊下に呼び出せばいい。そうだね。どう？いる？あの人だ。呼んでくるね。何？早速返事を聞かせてもらえるの？あの。僕から言わせて。ヨウ君。はじめまして。僕の名前は。名乗る必要はないよね。君は僕の名前に興味はないだろうし、僕も君の名前に興味がない。今日は一つだけ言いに来た。彼女は僕の大切な人なんだ。ヨウ君。これで僕の言いたいことの意味、わかるよね？ああ。好きな人に思いを伝えようとする勇気も強さも、僕は好感が持てるし応援できるんだけど、その相手が彼女だと話は別。彼女は誰にも渡せない。だから諦めてくれないかな。本当は彼女から直接返事をもらう方がいいんだろうけど、あいにく僕はやきもち焼きなんだ。彼女が他の男と話すのも嫌だから。君くらい自分の気持ちを明確に相手に伝えられるなら、きっとこの先いい人が見つかると思うよ。そういうわけで彼女のことは諦めてね。じゃあ行こう。びっくりした。結局全部ヨウ君に押し付けちゃったね。私、僕がそうしたくてしたんだから、君は気にしないで。本当は黙っていられなかっただけなんだ。うん、でもちゃんと自分で伝えるべきだったのかな。僕はやきもち焼きってさっきも言ったでしょ。それにあのくらい言っておかないと、きっと気持ちが残る。ヨウ君、好きな人への気持ちは、思いが叶わないなら引きずらない方がいい。そうだよね。引きずっちゃったら辛い思いしちゃうよね。うん。だから立ち止まっちゃいけないんだ。人を思う気持ちだけは、前へ進まないといけない。うん。ヨウ君、ありがとう。ヨウ君についてきてもらってよかった。君の彼氏役ならいつでも引き受けるよ。もっとも彼氏役じゃなくて本当に彼氏にしてくれるなら大歓迎なんだけど。ヨウ君ったら、もう。早速二人に報告をしに行こう。心配してるだろうから。今日はなんだか心が落ち着かない日だったな。恋人って付き合うってどういうことなんだろう。恋か。正面にて取りかけ、手の内を整え、物見を定める。徐々に弓を押し開き、左斜めに打ち上げる。中心を射抜く光の筋を思い描けたなら、心を解き放つように。よし。すごいね、見とれちゃったよ。ヨウ君、鈴谷に君は弓道場にいるって聞いて迎えに来たよ。練習終わった？うん、
これで最後にしようかと思ってたんだ。迎えに来てくれてありがとう。弓を構える君の姿、凛としててすごく素敵だった。今日は少ししか見られなかったから、今度は隣でじっくり見つめていたい。そんな、恥ずかしくて弓を引けないよ。恥ずかしがらないで。僕はどんな時も、どんな君も、この目に焼き付けたいんだ。だから、今度また見せて。わかった。ヨウ君に見てもらうまでに、少しでも腕を上げておくね。楽しみだな。約束だよ。指切りしようか。片付け、僕も手伝うよ。早く終わらせて寮へ帰ろう。うん。送ってくれてありがとう。お礼を言うのは僕の方だよ。送らせてくれてありがとう。君とゆっくりお散歩できて本当に嬉しかった。ヨウ君、本当は毎日でも迎えに行きたいんだよ。でも部活の邪魔はしたくないから、君が僕に迎えに来てほしいと思った時は遠慮なく声かけて。わかった。それじゃまた明日ね。君が弓を引く姿を見られる日を楽しみにしてるよ。うん。明日の用意をしてゆっくりしよう。あ、明日の提出の課題やってない？してるの？星を見てるんだよ。君こそどうしたの？こんな時間に。実は課題を忘れちゃってたの。それでやりに来たんだ。こら、夜遅くに一人で出歩かない。危ないでしょ。はい。ここにいたのが僕だったからよかったけど、もう少し自覚を持ってほしいな。ごめん、慌ててたから。今度からは遠慮しないで、僕を誘って。うん、ありがとう。よしよし、いい子だね。僕も課題に付き合うよ。いいの？その代わり、終わったら少し話をしよう。話し相手になってくれる？もちろん、私でよければ喜んで。それならさっさと課題を終わらせちゃおう。ヨウ君、ありがとね。助かっちゃった。どういたしまして。それとお疲れ様。ゆっくり星を眺めてから帰ろうか。そうだね。星を見に来てたヨウ君の邪魔しちゃったし。邪魔だなんてそんなことないよ。君と一緒に見られる方が嬉しいから。学校には慣れた？君がいるからね。あとうるさいのも慣れざるを得ない状況だった気がする。確かに。君の周りは笑顔が溢れてる。それは今も昔も変わらないね。そうかな。あんまり意識したことないけど。うん、本当だよ。君の近くにいると嬉しくなるし落ち着く。君がいるだけで。ヨウ君？あ、顔真っ赤だ。そういうとこも可愛いって思うよ。
まあ、なんかいいやつだよね、鈴谷も彼方も。彼方なんか最初は鬱陶しいやつって思ってたのにさ。そうだね、今もだけど最初は喧嘩ばっかりしてたね。だってあいつ本当に鬱陶しくてキャンキャンうるさいし。でも鈴谷はいい、ご飯美味しいし。やっぱりそこなんだね、鈴谷のご飯はみんなが大好きだもんね。ありがとう。ん？君がいなかったら鈴谷ともかなたとも仲良くなれなかった。もっともなろうとしなかったの方が正しいのかな。どうして？友達の作り方がわからないんだ。ようくん、幼い頃からそうだったからね。今までは別にそれでいいって思ってたんだけど。どうしてそれでいいなんて思ってたの？僕の外見や上っ面しか見なくて、いいように利用したり邪魔にしたり、そういうのに巻き込まれるのはめんどくさかった。一人の方が楽だった。ようくん、そういうことがあって、本当は鈴谷にも彼方にも心のどこかで距離を取ろうとしてしまう。二人のことが嫌いじゃないのに、近づこうとすると怖くなるんだ。おかしいよね。おかしくなんてないよ、ヨウ君、ずっと不安だったんでしょ。でももう大丈夫だよ、私もスズヤもカナタもヨウ君のこと大好きだもん。ありがとう。今まで君を見つめてきた二人には好感が持てるし、好きになりたい。だから少し頑張ってみようと思う。心に根付いたものだから時間はかかるかもしれないけど。そうだよ、ヨウ君なら大丈夫。私たちのことを信じていいんだよ。もちろん君のことは好きだし信じてるよ。君が望むなら僕は何でもできる。ヨウ君はさらっと照れくさい言葉を言うから本心が分かりづらいよ。残念、全部本心なんだけどね。フランス人は思ったことを言える素直な性格なんだってことにしておいて。わかりました。今までずっと僕は一人でいいと思ってた。自分の気持ちの変化に少し戸惑うけど、こういうのも悪くないね。うん、私もヨウ君がそう思ってくれて嬉しい。やっと昼休みかよ、一日長え。授業中ほとんど居眠りしてるくせに、お昼になると元気だよね、カナタは。本当だよね、カナタは分かりやすい。あ、また要は当然のようにこいつの横に座るし。聞こえない、カナタの声なんか聞こえない。しっかり聞こえてんじゃねえか。また始まっちゃった。もう慣れっこだな、この三角関係っぽい会話。スズヤ、その言い方はちょっと。よう、だいたいお前はな、恥じらいとか慎みってもんを。親父臭いよ、カナタ。なんだと？日本の男はそうかもしれないけどね、フランスの男はオープンで素直なんだよ。何がフランスの男は素直だ。そういえばさ、なんか当たり前のようにヨウが馴染んでたから疑問に思う暇もなかったんだけど、ヨウはどうしてあの中途半端な時期に転校してきたの？ん？確かにそうだな、知らないな、なんでだ？そういえばそうだね、私も知りたい。そ
んなの聞かないとわからない。もう気づいてくれてるものだと思ってたよ。どういうこと先が思いやられるな。おい、よっ、てめえ、顔ちけえ。転校初日に確か言ったよね、君に会いたかったって。うん、言ってたね、覚えてるよ。あれって偶然の再会から出た言葉じゃないのか。私もそうだと思ってた。はあ、本気だよ。僕は君に会いに来たの。じゃなかったらフランスで一二を争う学園に通ってた僕が専門教科を学べるとはいえ、日本のこんな田舎にある学園に転校してこないよ。それなら飛び級試験を受けて天文学が学べる大学にでも行くし。すごいな。どうしてまたこいつに会うために転校までしてきたの？うん、どうしてそこまでして私に。どうしてって、君が好きだからだよ。僕の初恋の人なんだ。え？初恋？君と今みたいな当たり前の日常を当たり前に過ごしてみたかったんだ。同じものを感じたり笑ったり喜んだり、そういう何気ない毎日をね、ずっと遥か昔に僕のことを受け入れてくれた君にもう一度会えたら何かが変わる気がしたんだ。ヨウ君、ヨウって案外すげえんだな。しかも大胆だし、俺にはできそうもないわ。案外とは失礼だな。別にそんな大したことしてない。ただそれだけ。それ以上でもそれ以下でもないよ。君とこうした毎日を送りたかったんだ。ヨウ君。今はそれができていて楽しいし、その上、カナタは余計だけど、スズヤもいる。僕はね、今、毎日が楽しくて仕方ないんだ。よかった。ありがとうね、ヨウ君。おい、余計とはなんだ、余計とは。俺はメインディッシュだ。カナタはあんまり喋らない方がいいと思うよ。そうだね。スズヤ？ああ、ごめんごめん。ほら、二人とも。早く食べないと、昼休みが終わっちゃうぞ。ヨウ君、何してるの？あれ、星をね、探しに来たんだよ。一番星。一番星？私も一緒に探す。おいで、こっちで一緒に探そう。うん。それにしてもヨウ君、よく屋上庭園にいるね。星を見るのが好きだから。私たちみんなの共通点だよね。でも僕が星を見るのが好きになったのは君の影響なんだよ。私の影響？小さい頃君がよく空を見上げていたから真似して見るようになったんだ。今じゃもう習慣になってる。ごめんね。え？君を困らせたいわけじゃないのに、僕考えなしでいろいろ言っちゃったから変に構えないでほしいんだ。あの時言った言葉に偽りはないけど、重く受け止めてもらうことでもないんだよ。ヨウ君。ほら、そんな顔しないで。いつものように笑って。え、うん。彼方の変な顔を思い浮かべるとか。それを思い浮かべると、笑いが止まらなくなっちゃうよ。でしょ？うん。
君には僕の気持ちを知っていてくれるだけでいいんだ。よくん、それだけで僕は嬉しいんだから。恋の人か。好きな人と同じものを感じたり、笑ったり、喜んだりか。私も恋をすれば変わるのかな。